視聴者の皆様、こんにちは。今回は、お金に関するトラブルを引き起こしたエッチのお話です。まずは1本目。節約にマイバッグを使ったら、コンビニ店員に怒鳴られました。と嘆くエッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。突然なんですけど、私の話を聞いてください。レジ袋の有料化、キャッシュレス、やっと慣れてきました。初めはマイバッグを持っていくのを忘れたりして、この制度に納得がいかなかったんです。でもそこは、右向け右に素直に従う日本人。いつの間にか当たり前の世の中になりました。コンビニでに、3種類しか買わず、両手で持ち歩くのほんと面倒くさい。レジ袋をつい買ってしまうのは、2円、3円では大してダメージを受けないからだな。便利な世の中になったと思ってる？逆に不便になったんだが。政治家ももっと他にやることあるだろ。ちまちま SDGs とか、延々に同じようなこと話して、もっと物価の高騰、電気料金対策考えろって話。国民の反感買うようなことばっかり。日本も生きにくい国になったよ。ですよね、主婦である私は常に家計簿とにらめっこ。1円でも安いところがあれば、遠くてもそちらに行くくらいはお手の物。それでもお金はたまりません。塵も積もればとは言いますが、私からしたらあと何十年かかるの？と苛立ちさえ起こります。ちょっと、一旦ストップ。イッチは今回何を訴えたくてスレを立てたの？まずはそこから。私は節約のために、買い物するときは、マイバッグを持って歩くのですが、逆にコンビニ店員に激怒された、ということを訴えたいです。コンビニ店員はサービスのプロであってほしいのに、バイトの方ばかりで責任感がなさすぎる。何でもマニュアル通りにすれば、いいってもんじゃありません。まあまあ落ち着いて、言いたいことがたくさんあって、溢れ出ちゃうのはわかる。でも、もう少し冷静にね。オーケー、わかった。詳しく話聞いてくから、まずはエッチの自己紹介から簡潔によろしく。はい、ありがとうございます。私は38歳の主婦。タクシー運転手の夫と、12歳の長女、8歳の長男の4人家族。至って普通の家族です。ただ、最近では物価の高騰ばかりで、野菜や魚も高くなり、軽々しく買えなくなりました。毎日の献立を考えるたびに深いため息。このままじゃ、日本は貧困層が増えてくるのではないか。うちだって余裕のある生活をしているわけでは、ありません。いつお金が尽きてくるのか、そういう危機感を常に抱いています。子供たちも育ち盛り。食育はとても大切です。だからレシピを検索して、いかに安く美味しく作れるか、そこに力を注ぎました。でも、子供たちもまずいと思ったものは、遠慮なくまずいと言って残します。私がそれほど料理がうまくないことも原因かも。というより、大雑把な性格の私は、料理を工夫する手間がめんどくさい。下ごしらえから何時間もかけて作る料理は、たった10分であっという間にお腹の中へ。これが毎日のことなので、母親業って報われない。正直、私は解放されたい、と強く願うのです。とはいえ、家事を放棄するなんて許されないこと。だからこそ、私はいつの間にか、節約の鬼となったのです。それには夫の収入が不安定なことも関係しています。タクシー運転手って月によって、お給料に波があるんです。だから一定の生活水準を保つためには、主婦である私の手腕にかかっています。どこの家でも節約に頭を悩ませてるよ。一致だけじゃない。ポイント活用やクーポン券を、上手に使って、みんな工夫をしている。日本人は真面目な人が多いから、節約を楽しんでる人だってたくさんいるよ。レシピ本や節約術の本もたくさん出てるしね。節約の一方でフードロス問題もある。まだまだ日本は豊かな国だよ。極端に貧困層がいるわけじゃないし、ブーブー文句を言いながらでも、毎日、食事が作れるのは幸せなことだよ。じゃあ一致は、具体的にどんな節約したわけ？何かお得な情報があったら教えてよ。だな、節約の鬼って豪語してるんだから、何かあるっしょ？それを言われてしまうと、あまり特別なことはしていないと、答えるしかありません。じゃあ、今回のトラブルにつながった、節約の話をしてくれ。そうですね、まずはレジ袋問題から行きましょうか。ここ1年でやっとマイバッグを、持ち歩くのが必須となりました。コロナでマスクが大量に売られるように、レジの有料化でマイバッグの需要も増えたことは、誰もが実感していると思います。100均でも取り扱っているので、手に入りやすいということもあったでしょう。私は安いマイバッグと、高いマイバッグを、用意しました。
使いやすさで言えば、高いマイバッグの方が、使いやすく、頑丈だったので、結局いつも持ち歩くのは高いマイバッグ。面倒くさいので、カバンの中に入れっぱなしにしていました。これなら忘れようがないでしょ？いつも私は食材をスーパーで買い揃えます。でも買い忘れがあったり、1、2品だけ必要な時はコンビニを利用するんですよ。幸い私の住んでいる街はとても便利。駅も近いし、スーパー、コンビニ、銀行、病院、生活に必要な店舗が徒歩圏内にあります。いずれはこの街でマイホームを建てたい。そう結婚当初からずっと夢見てきたんです。でも気づけば長女は12歳、来年は中学生。いつまで夢物語を語るのか？現実は甘くない。いつか、と思っているうちに、物価の高騰があり、このまま頓挫しそうです。でもやっぱり家賃を払い続けるなら、ローンの返済に回して、自分たちのものにした方がいいじゃないですか。でもそれをしてしまうと、子供たちの教育費まで行き届かないわけです。子供たちには自分の好きな道に進んでほしい。やりたいことは何でもやらせてあげたい。だから長女と長男には、小さい頃からピアノと水泳を習わせています。最近は長女が英語を習いたい、長男がダンスを習いたいというので、やらせてあげてるのです。これじゃあ、いつまで経っても、マイホームは無理な気がします。どこの主婦だって同じこと言うね。一致の話もただの愚痴じゃん。主婦が大変なのは、スレミンを長くやってると、こんな俺でもわかってるつもり。でも、金がないっていう相談は、働け、としかアドバイスしようがないよ。引きこもりニートのワイラから見れば、しょうもな、ってことばかり。結局、欲張りな人が多すぎるんだよ。あれもこれもって欲を出すから、何一つ手に入らない。どうして今の生活より上を目指すわけ？今が幸せならそれでいいじゃん。一致はどうしてこんなに金が足りないか、説明してるけど、それとマイバッグがどう繋がるの？節約の一環としてマイバッグを持ち歩くなんて、もう当たり前の世界だよ。一致の主張は正直、よくある話。オイラたちを相手にするなら、内容が弱いってことで、片付けられる話だよ。確かにそうですよね。私の主婦的観点は、特別なことじゃありませんよね。マイバッグともう一点、話したいことがあるんです。それがキャッシュレス。お財布を持たずに外出することに、初めは抵抗がありました。なんかそわそわして、本当にスマホ一台で済ませられるか。もしエラーとかトラブルになったらどうしよう。不安でいっぱいでした。そこで私は交通系電子マネーで、支払うことにしたんです。いちいちチャージするのがめんどくさいですが、慣れてくると便利。現金で1円単位まで小銭を探して支払うと、小銭でお釣りが出てくる。いかに効率が悪いのかが、今ならわかります。スマホでもカードでも支払える方法は、たくさんあります。その中で、私は交通系電子マネーを、積極的に使うようになりました。と、言いますのも、仕事を始めたんですよ。それで電車に乗ることが増え、便利な IC カードを使い始めたということ。これ1枚で電車に乗れて、コンビニでも使える。一つの動線となってるんですよ。わかった、わかった。マイバッグと IC カードを持ち歩く生活を、してるってことね。長々理由を話さなくてもよろしい。俺らたちはトラブルを楽しみにしてるんだから。つくづくワイラは楽しむことが、歪んでるのかもな。でも、人の不幸っぷりを見るのが何よりも飯うま。そうそう、トラブルまでのプロセスは、正直、どうでもいいってこと。一番面白いのは一致が誰かと戦うところ。前振りが長いとこの先聞くのが苦痛になるんだよ。一致はスレ初心者か？失礼しました。本題に入ります。この前、コンビニの店員と喧嘩したんです。スレ民の皆さんにも、どっちが悪いのか判断してほしい。私は今でも、自分が間違っているとは1ミリも思っていませんが、私とコンビニ店員のやりとりを聞いてください。いつも行くコンビニで牛乳と卵を買いにレジへ。私はいつものように IC カードで支払うために、店員にカードをかざしました。でも、ここからがスムーズにいかなかったんです。レジからピーピーと音が鳴り、もう一度、カードをいいですか？私は素直に従います。私としては IC カードを提示した時点で、支払いは終わっていると思っていました。少なくとも今まではそうでした。なのに、すみません、残高不足でエラーが出てしまいます。他の決済方法でお願いします。は？そんなわけないでしょ。ついこの前チャージしたばかりなのに、今までこんなことなかったわ。そちらの機械が壊れてるんじゃない？いえ、単純に残高不足ですね。これではお会計ができません。
他の支払い方法で精算してください。ふと後ろを見ると、私の後ろに列ができていました。さっさと終わらせて、私はもう一度、IC カードを提示。他の方法で支払うにも、お財布を持ってきていません。現金もカードも出せないのです。スマホにインストールする、他の決済手段もありません。今まで IC カード1枚で、全て賄えてきたのです。そういえば、この店員見たことがない。もしかして新人さん、だからこんなに容量が悪いの？ちゃんと指導してほしいわ。こっちが恥をかかされてるのよ。何度やりましても、残高不足とエラーが出ます。これで3回目ですから、間違いないですよ。何？その言い方、学生さん。最近入った新人でしょ？レジスキルのなさや、言葉遣いですぐわかるわ。最近のコンビニは人手不足で、海外から来ている学生さんがバイトしていることが、多くなりました。そういう方なら多少の言葉遣いのミスは許せます。でも、私の目の前の店員は、バリバリ日本人の大人。フリーターという風貌でもなく、サラリーマンから転職したって感じの男性なのです。すみません、後ろも突っかえてますから、他のお支払い方法で。同じことの繰り返し。たかが牛乳と卵の400円程度の買い物で、ここまでスムーズにいかないことあります？私もつい頭に血が昇り、カーッとなりました。レジでもたもたするおばさんいるよな。まだおばあちゃんなら、ゆっくりでいいよって温かい気持ちになるのにな。おばさんは何かときつい。この話だって、どう考えても、残高不足なんだろ？レジの性能をバカにすんなよ。3回もエラーが出る時点で、いい加減諦めろ。自分のミスをなかなか認めないおばさんって、何をそんなに偉そうなの？って、旗から見たら思っちゃう。自分が折れなければ、次へ行けないだろ。くだらんプライドなんていらねえんだわ。後ろに何人も待ってて、店員さんも焦ってるだろうな。一致の態度はお客様は神様です理論。400円ぽっちなら、買うの諦めたら？他の客に迷惑かけるくらいなら、牛乳と卵くらいでごちゃごちゃ言うなや。主婦にとって牛乳と卵は必需品ですよ。日常生活では欠かせないもの。でも、さすがに私も空気を読んで、買うのをやめました。この時点で私は負けたのだと思われるのが、たまらなく不満でした。店員がほっとしたような顔をするので、余計に腹立たしく思え。その時、もう一点、このコンビニに文句があることを思い出したんです。もうやめとけよ、クレーマーおばさん。頭に来てるのかもしれないけど、関係ないこと言い出したらキリがない。今時のコンビニ店員なんて、やる気のなさそうな対応ばかりだよ。日本は過剰なサービス精神を、強要されすぎなんだよ。コンビニはさっと買って、さっと帰れるのが良くて、みんな利用してる。クレーマーおばさんの相手なんてしてらんないよ。もう一点文句あるって言っても、どうせ大した内容じゃないんだろ？みんなおばさんを相手にするほど暇じゃねえんだわ。そういえばこの前、マイバッグを持ってきてたのに、レジ袋買わされたのよね。店員さんが何か小声で言ってるなって思って、適当に返事したら、勝手にレジ袋の中に、商品入れ出したのよ。だから、今更マイバッグ持ってますって、言えなかったのよ。あの時のレジ袋のお金返してちょうだい。たった3円ですが、1円で笑うものは1円に泣くっていう、言葉あるじゃないですか。後になって店員さんがレジ袋ご入り用ですか？って聞いたんだなってことは、わかりました。でも、全然聞こえない声で言ってる時点で、詐欺行為と同じじゃないですか。こっちは何か言ってるなと思って、曖昧に返事したまで、こっちがもう一度聞き返せばいいってこと？こっちは客よ。客がなんで店員に気を使わなきゃいけないの。レジ袋詐欺もいいところよ。対応していた店員はおろおろ焦り出しました。そんなこと、僕に言われても困ります。コンビニ店員はマルチに対応すべきですが、さすがにレジ袋詐欺とは。ちょっと、まだですか。後ろからおばさんの声。もう10分くらい経ってますよ。もう一人店員、呼んできて、さっさとしてよ。私からも後ろの客からも文句を言われ、店員さんはプチパニックに。言っておきますが、目の前にいる店員さんは、40歳過ぎたおじさんです。こんなことで動揺しているくらいだから、前職でも使い物にならなかったんでしょうね。という言葉を飲み込みました。ほら、ご覧なさい。あなたの対応が悪いから、みんな嫌な気持ちになってるのよ。だいたい、こんなにお客さんがいるのに、店員一人って、それだけでお客様目線じゃないわ。あと30分で昼休み、もっと人が殺到するわ。それまでこの状態にしておくつもり？レジ袋代と私に与えた不快感の慰謝料を、払ってもらうから。
私はお客様代表として言ってやりました。みんなコンビニだからと店員の対応にはうるさく言わないのでしょう。こんな不誠実な店は悪評が流れたとしてもお客さんは利便性を優先するのです。だからちょっとやそっとで潰れたりしない。ここの場合他の競合店もありません。うわー、完全にややこしいクレーマー。主張してることがしょぼいんだよな。レジ袋3円の返金とか、わけのわからない慰謝料とか。もう一人ベテラン店員がいたら、燃える前に火消しできたかもしれないけど。一致はなーんにもわかってない。後ろの客たちが怒ってるのは店員にじゃない。一致の態度に対してだよ。そこに気づかない時点で終わってる。今までもこういう無意識なクレーマーを、してきたんだろう。子供の学校ではモンスターペアレント、してるだろうね。38歳だっけ？恥ずかしくないの？店員の方が弱い立場だからって、それを利用して、偉そうな態度。人を見てコロコロ変えてるんだろうな。いつ連絡したのか、店長と名乗る方が、駆けつけてきました。とりあえず、私に頭を下げたんです。何をしたから謝罪しているのか、ちゃんと言葉にしてくださいよ。ただ頭を下げるだけなら、誰でもできるわ。ですが、お客様、残高不足であったり、レジ袋であったり、それは私どもではどうにもなりません。レジ袋の3円は返金いたしますが、慰謝料というのはちょっと。店長も本当に話が通じない。じゃあ、弁護士に訴えますよ。少々、お待ちください。店長は大量の汗をかきながら、奥の休憩室に行ったっきり、なかなか帰ってきません。後ろの客たちはブーブー言って、それでも待っている人、もう諦めて出て行った人、様々。みんなイライラしているのが伝わります。すると警察官が2名入ってきたんです。そのタイミングで店長もしれっと立っています。こちらの方ですね。店で営業妨害してるっていうのは。そこで真っ先に反応したのは、店員でも店長でもなく、後ろで待っていた客たちだったんです。そうです。この方のせいで20分、待たされてます。他にコンビニがないんで、こっちは待つしかないんですから。本当に大迷惑です。ちょっと、交番で話聞こうか。警察とか恥ずかしい。家の近所のコンビニだろ？あっという間に噂を広められるな。もう一致は顔を上げて表を歩けないぞ。いるよな、自分が無知なのが悪いのに、人のせいにしてて改めないやつ。38歳にもなると今さら性格直せないだろうし、これからも恥をさらしながら、生きてくしかないね。てっきり節約の話かと思ってたのに、全く違った。レジ袋3円を論点にする時点で、節約とケチの違いを今一度勉強した。ここで一旦、一致はスレを退出しました。警察まで呼ばれ、スレ民からも正論を言われ、恥ずかしくなったのでしょう。それから2週間後、再び一致がスレに現れました。皆さん、覚えていますか？コンビニで人騒動を起こしたと突した一致です。ああ、恐怖のクレーマーおばさんね。どういう覚え方？確かにそれだけで全て通じるが。警察官から交番に行こうって言われたところで、終わってたから、あの後どうなったのか気になってたぞ。あの後、交番に行きましたけど、私の意見を全く理解してくれませんでした。コンビニ側が被害届を出さなかったそうで、話はそこで終わりましたが。コンビニは出禁になったんです。警察官まで巻き込んだので、近所中にも私の失態は広まり、どこで情報が入ったのか、仕事もクビになりました。夫は長女と長男を連れて、実家へ行ってしまったんです。私は今でも、自分がなんでこんな目に遭わされるのか、全く理解できません。店長まで出てきたのに話にならず、部が悪くなったらすぐに警察を呼ぶ。たった3円も返金されず、私の行動は無駄に終わったみたい。一致が何もわかってない以上、また同じこと繰り返すだろうな。いっそのこと、店側は被害届け出した方が、良かった気がする。お客様は神様です。精神は淘汰されるべきだね。クレーマーを生むだけだし。今回400円と3円の403円ぽっちの事件だったことに、逆に驚愕。403万円なら一致が熱くなるのもわかるけど、ただのドケチおばさんで終わったな。一致のこの先が思いやられる。もうインプットせず全部アウトプット、してくんだろうな。はい、お疲れちゃん。宿ならではの節約術のお話かと、思っていましたが、残念。結果、自分自身で、生きづらい世の中にしている印象を受けました。皆さんは今回の報告者について、どう思いましたか？ぜひ、コメント欄で教えてください。2本目は、スイーツを我慢して節約しているのにお金がたまらないと嘆く一致のお話です。
視聴者の皆様、こんにちは。今回は節約のために大好きなスイーツを我慢しているのにお金がたまらない、と嘆くイッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。皆さん、助けてください。主人に捨てられそうなんです。主婦として頑張っているのに。どうした？どうした？旦那の浮気？まあ、落ち着いて。何があったの？夫の浮気ではないです。私の家計管理ができていないって怒られました。でも、私すごく頑張っているんですよ。でもその努力を夫が認めてくれないんです。家計ね、どの家庭も大変だよね。確かに。何なんだろうね、ここ最近の値上げラッシュ。老後が不安でしかない。そうですよね。別に我が家だけじゃなくて、どの家庭も苦しいですよね。私たち主婦は毎日頑張って節約しているんです。物価は上がる一方なのに、私たちの給与は据え置きなんで、悲しい世の中ですよね。ほんと、それな。もうこの1年でお金のことで夫と2回も大喧嘩しました。2回目が昨日だったんですけど、夫に、もう我慢できない別れようって言われてしまったんです。家計は2人のことなのに、まるで私がダメみたいな言い方するんですよ。昨夜は私も言い返しました。だから夫とは朝から口を聞いていません。でも冷静になると、まだ夫のことが好きだし、別れたくないんです。だから家計簿をにらめっこしながら節約を考えました。でももうなすすべがないんです。これ以上節約ができないんです。もうどうしたらいいのかわからなくて、皆さんのお知恵をお貸しください。そっか、そういうことだったんだね。じゃあ、みんなで考えてみようか。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。一致の家計情報とか筒抜けになるけどいいの？大丈夫です。離婚しないために家計情報晒します。どんとこいです。1年前からの家計簿も手元にあるので。お、準備がいいね。じゃあ、早速行ってみよう。まずは一致と旦那さんのことを話して。私と夫は共に37歳です。マッチングアプリで知り合い、3年前に結婚しました。夫の職業はサラリーマンで、課長です。私は派遣社員のフルタイムで仕事しています。夫の収入は毎月手取りで40万円くらい、私の収入は20万円くらいです。世帯収入が月に60万円って良い方だね。羨ましい。もう節約必要ないんじゃない？それがそうでもないんです。確かに月に2人合わせて60万近く収入あります。でも実際に生活費に充てられるのは30万円くらい。残りの30万円はどこ行った？結婚と同時に家を購入したので、ローンの返済で毎月15万。夫と私は大学を出ているんですが、二人ともあと5年、奨学金の返済が残っていて、合わせて5万円。残りの9万円は将来のための貯金です。住宅ローン15万って高いね。結構な豪邸に住んでいるの？ごく普通の一軒家ですよ。3000万円台です。ローンを35年ではなくて、25年にしたんです。定年を迎える前に返済したくて、60歳を過ぎてもローン返済のためにあくせく働きたくないじゃないですか。だからその分ローンも高いんです。毎月10万円の貯金も自分たちの老後と将来生まれてくる子供のためです。かなり堅実的な考えしているね。いいことだね。夫がとても計画的で、ほとんどが夫の受け売りです。私なんて結婚するまでかなりのどんぶり勘定でしたよ。30半ばにして貯金が100万円もなかったので、最初こそは夫の堅実的な性格に驚きましたけど、次第にそんな彼に影響されて、私も将来のこと、ちゃんと考えるようになったんです。それに私も早く子供を産んで専業主婦になりたいし、貯金を頑張ろうって心を入れ替えたんです。老後2000万円問題もあるしね。その2000万円も数年前の費用ですよね。夫曰く実際はもっと必要だろうって。確かにここ最近の経済状況を考えればそうなりますよね。だから毎月30万円の生活費を見直して、浮いた額を貯金に回そうとしたんです。でもそれがうまくいかなくて。住宅ローン抜きで30万円でしょ？余裕でしょ？確かに。住居費込みで30万円はきついけど、その額は別みたいだしね。簡単でいいから、生活費の内訳言ってよ。はい。半年前から生活費を見直したんですけど、それ以前の内訳です。食費がだいたい5万円。夫と私のお弁当代込みです。月に2回近所のファミレスで外食しますが、それは予備費です。二人暮らしならそんなもんかな。一致もフルタイムだし、ある程度手を抜くには惣菜とか冷食必要だしね。そうですね。特に食材にこだわりはなくてスーパーをはしごする時間はありませんから。専業主婦ならもう少し上手にやれるのかな。ま、共働きだからね。
水道光熱費が合わせて2万5000円です。内訳はオール電化なので電気代が2万、水道が5000円くらいです。立地がどんな地域に住んでいるか知らないけど、オール電化ならそんなもん。基本エアコンはつけっぱなしなのでよその家よりかは高いと思います。え？なんでつけっぱ？もったいない。実は、我が家に2匹猫がいるんです。結婚してすぐに拾った兄弟猫で、その猫が長毛猫で、体調を壊しやすいんです。なので、エアコンで室温管理しなければならなくて、だからエアコンがつけっぱなしなんです。それと猫たちに持病がそれぞれあって、市販の餌は与えてはいけないので療養食を与えています。その高い猫の餌代とかで、毎月猫関係に2万5000円くらいかかっています。ペットの命は飼いがたいからそれは仕方ない。あとはそれぞれのお小遣いが2万円ずつ。通信費がネット代込みで2万5000円。車1台持っていて、ガソリン代と保険代で2万円くらい。夫婦の医療保険で2万円くらい。スイーツ代が5万円。残りは予備費です。ちょっと待って、最後の何？予備費ですか？急な冠婚葬祭とか病院のための金額です。違う違う。スイーツ代って何？ああ、それですか。私、スイーツに目がないんです。職場の近くにデパートがたくさんあるんですけど、仕事帰りに買って、お家で食べるのが至福の時間なんです。月5万円って高すぎだろ。食費と同額やんけ。そうなんですよね。私も反省しました。毎日頑張った自分にご褒美をって贅沢ですよね。自分を分析したら、別にコンビニのシュークリームでも同じぐらいの幸福感が得られたんです。なので、スイーツ立ちました。よかった、卒業してくれて。じゃあ、その後からは5万円分そのまま貯金。私もそうなると思ってたんですけど、なんかおかしいんですよ。翌月はスイーツ抱きして頑張ったのに、出費の額が同じなんです。え？なんで？ 5 万円分何に使ったの？全く身に覚えがなくて、夫にも相談しました。そしたら夫がじゃあ、次の1ヶ月は今月と同じように生活してみて。レシートは僕が管理するからちょうだいねって言ってくれたんです。忙しい夫なのに、一緒になって家計のことを考えてくれて本当に嬉しかったです。夫は課長という、中間管理職でとても大変なので、家のことは率先して私がしてます。お給料も私の倍ですし当然ですよね。でも休みの日の猫病院とか、大きな買い物の時には、車を出してくれるんですよ。ゴミ捨ても夫にお願いしてます。優しい旦那さんなんだね。じゃあ、次の月は家計の問題が解決したの？いいえ、それが第1回目の夫婦喧嘩です。お、どうした？ 1 ヶ月夫にも家計見てもらったんです。そしたら、食費が10万円になっていたんです。税の5万円分がここか。なんで食費が倍になったの？スイーツを食べられない反動が食事の質を上げた？違います。そんなに料理のレパートリーも多くないので、今までと同じクオリティです。食費の内訳を見ると、半分がお菓子でした。そのことを夫に注意されて喧嘩です。喧嘩も何も、一致に非があるのは明白でしょ。え？どうしてですか？スイーツを我慢したのに、お菓子まで我慢しろって言うんですか？それはあまりに傲慢すぎません。高級なスイーツを食べるのを我慢して安いお菓子にしたんですよ。まずはその努力を認めてください。その安いお菓子に1ヶ月5万もかけたの？お菓子何個分よ？お菓子や開けるレベル。仕入れ？買ったお菓子はちゃんと1ヶ月間で消費してます。無駄にはしてません。お菓子5万円分もよく食べれたね。聞いているだけで胸焼け。コンビニのシュークリーム1個で十分って言ってなかった？最初の3日間は我慢できたんです。今まではデパ地下で1個500円のシュークリームを食べていたけど、コンビニの100円台のシュークリームも意外といけて、でも3日後にはデパ地下のシュークリームが恋しくなってしまったんです。でも、そこは我慢して、質でダメなら量だろうと考えていろんな種類のお菓子を買いました。何その理屈、コンビニのシュークリーム1個で我慢しなよ。いや、それはダメですね。もう私の舌はデパ地下とかパティスリーのスイーツを知ってしまったので、あの味と同等の満足感を得るには500円のケーキに対してポテチ5袋は必要なんです。それに、スーパーやコンビニのお菓子って種類がたくさんあるから目移りしちゃって、結構いろんな種類を食べ尽くした月でした。でも夫はそのことをすごく怒ってきたんです。節約になっていないって。うん、そうだね。なんか、その食生活、太りそう。本当にその通りなんです。この1ヶ月で5キロも太っちゃって、だからジムに通い始めました。月1万円のジムです。その会費は一致のお小遣いからだよね。いいえ、予備費からですけど。
我が家のルールは予備費は病院とか歯医者とかそういう医療費に使うことになっているんです。ジムだって健康管理のためでしょ。病院と同じじゃないですか。夫にもそのジム代は予備費から出すのはおかしいって言われました。ひどくないですか。頭にきちゃいます。一致の場合は自分が起こした食生活のせい、自分のお小遣いから出せよ。スイーツ代も自分のお小遣いから出せば。旦那さんは食べていないんでしょ。夫は甘いものが苦手なんです。夫の好き嫌いでしょ。それは夫の自分勝手と捉えるべきです。普段の食事は夫の好きなものを出しています。もちろん食費から。だから私が好きなものは生活費から出しても文句言われないでしょ。その食費5万円の中に一致の普段の食事も入っているでしょ。それに5万円分のスイーツ、旦那さんの 1.5 倍も食費使っているんだよ。皆さん知らないんですか。世の中の主婦は自分をいたわるために生活費からお金を出しているんです。エステとか美容院とかネイルとか。だって夫のために家事をしているんですもん。私はエステとかには興味がありませんし、お小遣いは化粧品とか友達とのランチ代です。エステの代わりにスイーツを堪能しているだけなんです。じゃあお小遣いをそれぞれ1万アップしてその中でスイーツ代を捻出したら。え、無理です。無理無理。スイーツって平均1000円ですよ。1日10日間しかスイーツ食べれないでしょ。耐えられません。そんなの知らんがな。節約したいんでしょ。耐えろ。まあ夫にもそんなことを言われましたね。夫にもっと厳しいこと言われました。お菓子は月5000円までって。本当にひどい話ですよね。でも夫もそれ以上しかないんで、私が飲むしかなくて。お菓子が月5000円ってどうやって生きていったらいいの。むしろ旦那さんに感謝だろ。生活費からお菓子代を出していいとか、旦那さん優しすぎる。旦那さんはお菓子食べないのにね。旦那さんのためにちゃんとご飯作ってあげなよ。まあなんとか頑張ってみます。あ、もう行っちゃう。結果が気になるな。確かに、おやつ大好き人間がどこまで変われたかってね。また1ヶ月後に戻ってきて、どのぐらい生活費が削減できたか教えてよ。別にいいですけど、本当に知りたいですか。人んちの節約方法って意外と興味ある。服雑誌の人気が衰えない理由ね。節約と掃除方法。なるほど、わかりました。じゃあ頑張って節約して結果を報告しますね。楽しみに待っているね。こうして意気揚々と一致はこのスレを一旦去りました。果たして節約はうまくいくのでしょうか。続きをどうぞ。こんにちは、バツイチ孤独の一致です。え、どちら様。スレ読み返す。あ、スイーツな一致だ。バツイチ、旦那さんとの幸せな老後のために節約頑張っていたはずじゃ。なんでバツイチ。3ヶ月も戻ってこないから気にはなっていたけど、何があった。この3ヶ月にちゃんと夫からの言いつけを守ったのに、離婚を切り出されたんです。もうショックで何も考えたくないです。お菓子は月5000円を守ったんでしょ。守ったどころかお菓子を1円も買っていません。え、すごいじゃん、イッチ。そうですよね。でも不思議なのが、生活費が赤字になってしまい、それがまたまた喧嘩の理由になったんです。夫にこの前怒られてから悔しくて、見返してやるって思って、一切お菓子もスイーツも買わなかったんです。よく甘いもの我慢できたね、偉いよ。我慢はしてませんよ。買わない代わりに手作りしようって思いついたんです。私って天才でしょ。食事って惣菜買うより手作りの方が安上がりですからね。なんで早く思いつかなかったんだろうって思いました。料理は嫌いじゃないんで、お菓子作りが楽しくて、すっかりハマってしまったんです。なんか嫌な予感。パンケーキとかだけじゃないよね。そんなに簡単なものじゃないですよ。確かにパンケーキは最初は作っていましたけど、ただ粉を混ぜて焼くだけだと物足りなくて、有名店のパンケーキ粉をお取り寄せして、フルーツ盛りだくさんにして工夫しました。あとクッキーとかもデコレーションをたくさんつけたりして、ケーキもたくさん焼きましたね。我が家にオーブンがなかったので買いました。一生ものだから30万円くらいするやつです。この物価高騰中で一番悲鳴を上げているのがケーキ屋とパン屋って知らないの。小麦粉、乳製品、砂糖って高くなったよね。そのようですね。私、ハマると値段とか見ないで買っちゃうんです。コストより味優先なので。日本の小麦粉が高いから、外国の小麦粉やチョコ、ナッツを取り寄せたら送料でさらに高くなってました。夫はクレジット明細を見て白目向いてました。その後延々と説教です。でもおかしいですよね。お菓子は買わずに手作りしたのに。
そこをまず認めてもらわないと。だから私も言い返して大喧嘩ですよ。料理上手なエッチなら、そこそこの出来栄えだったの？売ればよかったじゃん。あ、それやろうとしたんです。あ、そうなんだ。計画的じゃん。はい、二度目の大喧嘩の後に思いついたんです。一度に作るとき、結構多めに作るので、販売しようって。いろいろ調べたんですよ。ネットで手作りお菓子を売ることを。それにはいろいろ条件があったんです。まずは食品衛生責任者っていう資格が必要で、一日で取りました。費用は1万円くらいです。あと、専用のキッチンが必要なんだそうです。なので、仕事場と兼ねて、家の近くのアパートを契約しました。家賃が15万円です。それで実際にお菓子を作って、ネットで売ろうとしたんです。でも売ることができなくて。そこまで準備満タンでなんで売れなかったの？人様の口に入るのと思うと不安になって、味見を繰り返していたら、止まらなくなってしまい、全部食べてしまった結果、売れるものがなかったんです。なんか、一致って全てにおいて計画性がないというか、猪突猛進というか。旦那さんは一致がネット販売すること知ってたの？言ってないです。利益ができたらどうやって言ってやろうと思って、内緒にしてました。でも、バレてしまいました。不動産屋からの書類を夫に見られて、それで夫が私のネット販売未遂を知り、呆れてしまい、離婚届を渡されたんです。金銭感覚がここまで違うとは思わなかった。もうこの先一緒にいる未来が見えない。って言われました。まあ、そうなるね。旦那さんはよく耐えたと思うよ。この空白の3ヶ月が壮絶すぎて旦那さんが気の毒。それで一致はすんなりと離婚を受け入れたんだね。そうですね。ちょっとケチな夫に私も嫌になって、話し合って別れることになりました。財産分与をして別れて、家は夫名義だったので私が出ていくことになりました。私には事業用のアパートがありますし、仕事もありますし、って思ってたんですけど。え？思ってたんですけど？今はバリバリパティシエエッチじゃないの？いいえ、ネットカフェで寝泊まりしてます。何があった？離婚後、アパートで生活を始めて、ケーキを焼いていたんです。オーブンに入れて40分だったので、その間に買い物をしようと出かけたんです近所に。でも、私がオーブンの受け入れをちゃんとしてなくて、前クッキーを焼いた時の砂糖の溶け残りが発火してしまったようで、煙を感知したスプリンクラーが発動して、家中水浸しになってました。それで住めなくなってしまったんです。賃貸契約も解除になりました。修繕費も弁償案件だね。はい、下の階も大きな被害を出してしまい、その方のお部屋分も弁償しなければならないんです。その方、在宅で仕事をされてて、高価なパソコンなどがあって、その分も弁償です。夫と財産分与した分と、私の独身時代の貯金を合わせても到底足りず、とほほです。でも一致、フルタイムで仕事してるよね。なんとかなりそうじゃない？派遣でフルタイムでしょ？とりあえず無職じゃなくてよかったね。それが、無職になったんです。わお。どうして？一応、期間満了っていうことなんですが、私が離婚でバタバタしてたり、アパート水浸し事件に遭遇していた時、会社を何日か休んでしまったんです。多分それで継続するしないの査定に引っかかったんだと思います。誰も急に休む従業員なんて欲しくないですよね。じゃあ、一致は無職の家なしなんだ。これからどうするの？もう実家に頼るしかないね。もちろん頼ろうとしましたよ。でも、私の実家って世間体を超大事にするんで、出戻り娘なんて恥ずかしくて迎え入れてくれないんです。母親に今度家で採れた野菜と米を送るから、どうにかしのぎなさいって言われました。そんなの送ってこられても調理するキッチンがないんです。もう切なすぎます。はぁ、美味しいプリンが食べたい。ショートケーキとか食べたい。まだそんなこと言っているの？そもそもそのスイーツが元凶でしょ。もういい加減スイーツ卒業しなよ。何を言っているんですか。スイーツだけが私を裏切らないんです。夫も仕事も家族も私を捨てました。でもスイーツはいつも美味しいんです。あのデパ地下のスイーツを毎日食べていた日が恋しい。もうねカフェのソフトクリーム飽きました。いっそのこと、スイーツバイキングのお店で働こうとしたんですが、住所不定なので応募もできませんでした。もうどうしたらいいのか。寮付きの仕事を探すしかないね。間違っても生活保護は受けないでね。一致の場合、仕事を選ばなければあるんだから。生活保護なんて無理です。贅沢できないじゃないですか。給付金でスイーツ買ったらダメなんでしょ？よかった。ちょっとは常識ある人だった。じゃあ、頑張って仕事探しな。それまではドリンクバーの砂糖でも舐めとけ。はい、そうします。
こうしてこのスレは最後となりました。今回のイッチはスイーツにすごく取り憑かれていましたね。イッチの今後が不安です。皆さんは今回の報告者についてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。